日本のとある町で見つけました。思うまい食堂。すいません、お話いいですか？いいですよ。あ、すごいですね。いかがでした？あ、すごく美味しかったです。唐揚げ大好きです。唐揚げ大好き。あ、その中でもどうでした？その好きな唐揚げの中で。ダントツですね。そんなに食わないと思うんですけど、意外と食ったから今、あれ、そんなに食う気があると思ってみましたけど。あ、お父さんから見ても。唐揚げ定食はいくらですか？はい、500円です。あ、じゃあチキンステーキお願いします。あ、じゃあこれ何？すいません、私、名古屋の中京テレビっていうテレビ局の方でして、あ、そうです。いつも見てて大ファンなんですよ。あ、本当ですか、ありがとうございます。でも、その本にはこんないよねって言いながら今日ちょっとこの辺りで美味しいご飯屋さん探してまして、で、突然来て申し訳ないんですけど、ちょっとまだあくまでも資料用なんですけど、うん、このちっちゃいカメラで頼んだ料理だけ撮影させていただいてもよろしいですか？うん、はいはい、大丈夫ですか？すいません、今の思う前に始めてこんなではないよ。朝が来ると思わなかったね。で、一人前でだいたい何グラムぐらい使ってるんですか？何グラムでも分からね、適当だもん。あ、そうなんですか。じゃあ個数とかも思うまい。このお店どこだ？すいません、あ、私予約してる岩本なんですけども。岩本さん、はい、ホテルから出るところだけ、はい、撮らさせていただいてもいいですかと思って。
ああ、車とか映らなければいいと思うんですけど。あ、ありがとうございます。他の方が映らないようにさせていただきます。はい、すいません。ありがとうございます。ごめんお金。ホテルです。遠くから。はい。ごめん、うん、ごめんごめん。あの鳥なんだろうな、あれ。大原。ダムチキン肉も美味しいから。これウドですか。うん、ウド、はい、母マヨネーズけど、500円です。さあ、行くな。カツ丼はおいくらですか。500円です。こういうことに一緒に全然あるかないかと思うね。うん、見てしまった。マスイクの本当に誰も上がらない人いないと思うよ、このうまい店は。うん、何ですか、秋田県初って言えばいいか、まずな。そうですね、すごい名誉なことだったしな、表彰でもらわね、僕に。みんな座って見てるよ。うん、うん、ちょうどあの、おすんの時代、店おすんのドラマ入ってる時みたい。あ、本当ですか。そんな、おしんと同じぐらいの人気だよ。へえ、ありがとうございます。うん、会社行ってしゃべって。唐揚げ感。
うまそう。鶏皮定食はどこですか？はい、鶏皮です。で、あと何年ぐらいやりたいんですか、お店？もう10年はやって。10年。83まで。やれるかやれないかわからないですけど、目標な。うん。でも、あれなんですね。やっぱ73歳でも目標っていう言葉を。うん。目標なきゃやっぱり、ね、人ダメだと思うよ。うん。これ私はやってるから、これを映してもらいたいなと思う。これですか？人生の写真だ。これ私は20何年ぐらい前のあれもらったのに、はいはいはい、うん、これをあれにして、わあすごいって、絶対プロになろうって決意したんだもんね。うん、すごい。ご自宅に飾られてたの？飾って、ずっと飾って、毎朝、毎朝見て、うん、頑張ろうって思って。へぇ、そういうものだったんですね。ねぇ。本当にね。言葉ってすごいなって思うよね。ね。だって、悪い言葉やられれば落ち込むす。ねえ、そう思わない。うん、そうですね。うん、いい言葉かけられればやっぱり、あ、頑張らなきゃって思うし、人生って毎日それの繰り返しじゃないかなって思ってる。あ、うん、同じ言葉なのにね、うん、そう。食べたの？結構食べましたけど。ほんと？うん、偉い偉い。食べてくれ、ごちそうする。いいよいいよ、そんな見ていいんですか？うん、あ、ありがとうございます。すいません、ありがとうございます。いただきます。いただきます。うん、おいしい。うん、うん、おいしい。ご飯食べてくれか。ご飯、まあ、ご飯やるか。まだ半分以上残ってます。食べて食べて